替え歌を聞いて、うん、タイトル当てましょうよ、うん、フォー、ついに山が動いたね。お、美声、美声来てんじゃん。もうエディです。ノマです。フルカです。よし、最強クイズ集団カブリティオチャンネルです。よろしくお願いします。どうぞ、エディさんが、はい、ね、ということで大人気企画、替え歌を聞いてそのタイトルを当てるというね、うんうん、第4弾でございます。うわー、君の白滝物語ありましたけどね、めめしくて、うん、まだ高校、あ、ありました。いい、今までいろいろありましたけども、数々の名曲が生まれましたけども、はいはい、ちょっと今日も名曲が生まれてしまいました。できちゃった、はい、やったね。いいね。僕が今から、まあ、有名な曲を替え歌で歌いますので、うん、そのタイトルと思われる言葉を、まあ、なんかいい感じに推測して答えてくださいっていうね。伝え方難しいですよね、これね。そうなんだよ。元のタイトルをもじったような、ね、タイトルになってますので。なるほどね。元、はい、はどうなんだよ、元は。元はその問題休みです。はい。はい、まあ、サビの前から歌うんですけど、はい、まあ、そのサビ前の部分は、まあ、普通に歌いますので、はい、まあ、サビから書いたら始まる感じで、はい、まあ、いつも通りですね。それでは早速やってみよう。よいしょ。はい、では参ります。はい、第1問、うん、まずはこちらの曲です。はい、そんなの嘘だと思いませんか、うんうんうん、花はアクセルホッパー長い日で、はい、エンタの神様やばい、アクセルホッパーね。花は確かに、まあ、確かに最後花輪さん SGA 探すエンタでやってたわ。続きをじゃあ、はい、花はアクセルホッパー長い日で数はたよく、あ、そうね、アンジャッシュ桜塚や軍人ない友のり、はい、ということでエンタの神様、なるほど。あのアクセルホッパーさんは永井雄一郎さんっていう芸人さんがエンタで名乗ってる名前なので、もう確定ですよ、そこでね。なるほどね。そうですね、うん、あ、ということでロマンスの神様の替え歌でエンタの替え歌、はい、似てたんだろ、その2つって。似てない似てない似てないか、神様だけだ。あ、そうか、まるの神様だったのよ、どっちもね。はい、第2曲参ります。はい、お願いします。はい、ただその真っ黒な目から涙こぼれ落ちないように、ああ願う未来になるための仏教、辛い病気や災害だらけの世界の中、民には笑ってほしい。大仏クソ大仏か、あ、様子が知らなかった。大仏無事元の曲何これ、怪物です。はい、YOASOBI さんの、はいはいはい、知らねえやつだ。じゃあもう一回始めから、ね、ああ、そう、ぜひぜひ。なんかだいぶ歌いだし同じだったよ、本物の曲と。ああ、願う未来になるための仏教、辛い病気や災害だらけの世界の中、民には笑ってほしいから、狂気が資金集めでかくでかく立てたんだよ、古来寺に座る仏。おー、狂気出てきた、狂気。すごいな、なんか本当に元の歌詞結構残ってたね。そうですね、大仏をね、混入する側の気持ちを歌ってるわけですもんね。民に笑ってほしくて立ってたのが。あと、この曲普通にめちゃくちゃ難しいので、うん、AT さんよくこれ持ってきたの。そうそう、AT 音ゲーやってるんで音程超正しいんですよね。リズム感はあるんで、あるんでね。はい、ではまいります、第3曲。はい、言葉に詰まるよ、じゃ恋は終わりね、エリー My love so sweet、 選んでもっとベイベー、公募で決定だ、映ってもっとベイベー、書くのは森正範、企業、今年の漢字。いやいや、わかる、わかった。この出される側のツッコみたいって思って結構ちげえじゃねえかよみたいな。いやいや、思いました。清水寺でこうやってね、書いてる人まで浮かんだけど、はいはい、うん、じゃあサビからじゃあ、はい、お願いします。はい、選んでもっとベイベー、公募で決定だ、公募ってそういうことか、ね、はい、映ってもっとベイベー、書くのは森正範、おもろいのよ、本枚前ね、清水寺で発表する、去年
の字わきんごりんいやわきん、まあ、そうなるよね、そうなるよね、そうすいの言い方でわきんって言ってんじゃんボーイ見つかるが花笑ったじゃん、オンマイマイが森瀬が英語が人名になってるとこめちゃくちゃ笑っちゃうんだよ英語人の名前に置き換えるのやめてほしいんだよ、めっちゃ笑っちゃうからさまだまだ問題よしよしよし、やりたいんだ。はい、じゃあ次の問題まいります、第4曲、権力財産地位名声何もないけどさばきたいでしょ、ワンツースティカカカ観察物を見るならね、まずシルブプレパラートバーン、そうそう、シルブをどうしようと思ったじゃあ、ちょっと聞いてみましょう、聞いてみましょう、聞いてみましょう、私この歌わかんないかもしれない、じゃあちょっとシルブプレパラートいい曲だなってなるかもしれない、そう可能性あるもんね、何の先入観もなしに AT さんの歌を聞いてみましょう、はい、カカカ観察物を見るならね、まずはこれを作らなきゃね、ミクロトームで薄く薄く切るからね、カバーですかこのガラス、スライドですかそうですか、カバーガラススライドガラス、二つで挟んで逃がさない、乗せてあげるシルブプレプレプレパラ、二枚のガラスで、あの作ってる人って逃がさないと思ってたロマンを感じましたね、うん、まあ、ずれないようにあれはやってるわけだからね、確かにね、ちなみにミクロトームっていうのは資料を薄く切るためのね、あの装置のあるね、はい、これで分かんない、分かんない、分かんない、いいぞ、分かんない、いい試合参ります、はい、第5曲、うん、オレ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 、あー常夏の島国、カレーサファイア仏教、あーメイさんの、あー分かってくんぞ、はい、スリランカ、やったぞ、やったぞ、ちょっと待って、また仏教出てくる、仏教好きだね、仏教超出てくる、仏教めっちゃ出るやん、聞かせてもらっていいですか、あー常夏の島国、カレーサファイア仏教、サファイアの印象、あーメイさんのセイロンティーめっちゃ取れるわラフェリアで、あーインドのナントに浮かびまくっているぜ、あーなんて覚えづらい首都の名前も言っちゃってよいいですね、セイロティーのところとナントニーのところが超気持ちいい、めちゃくちゃ気持ちいいとこある、スリランカはもうただ気づきもしなかったけど、それ似てんの、ちなみになんですけど、スリランカの国の花はスイレンらしい、すごっそうなの、そうらしい、もう二度と忘れないちなみにね、この後にスリジャガーイエーってやろうと思ったんですけど、これ一個余りでいいです、泣ける、スリジャガーイエーってやろうと思って夏バテブーン結局ね、はい、ということでスリランカを見事正解です、いい曲だな、今いいね、よくできてるね、第6問なんですよ、よし、うん、はい、旅前からちょっとあの帰りがそこから、おー、そういうパターン、いやすごい溢れちゃったんですね、はい、普通の歌うパートないんで、あの、まあ、メロディーちょっと推測してください、わかりました、わかりました、わかりました、帰り歌から始まるんです、あー、はいはい、やばいきます、明治から大正の長い間、政治的に、はい、敬遠時代やったー早い早かったぞー、これは井上陽水さんの少年時代のメロディーだなと思いましたよ、はい、その通り、ちょっと続きは聞きたい、明治から大正の長い間、 BPM が一緒だからすごい長いんだよな、政治的に安定したままでママデーとかないのよそれはつまり、うん、どういうこと、広文のちょっと先言い方そういう言い方しないんだよ、入れ替わり立ち替わり、うん、いいねいいね、首相を務めた二人の、うん、
名字から取られてる、はいはいはい、太郎と金持ち何時代。あーすごいすごいすごい、クイズになってた。ということで、桂太郎と西園寺金持ちのお二人が候補に出場を務めた期間、敬遠時代が、はいはいはい、よかった。コスパがどうかは分かんないけど、勉強の時これで覚えていったら楽しく覚えれそうな教材感があったもん。ヒロブルミのちょっとさ、むかつくね、ちょっとの言い方がもうそこで問題します。さん1点、ルカさん4点、リコ1点で、ルカさん優勝です。優勝のルカさん、いかがでしたか？はい、楽しかったですね。作者の思いが乗るんで、この企画は。全員分担当したんですけども、それぞれのこだわりが見えたなと思うんですけど、AT はちょっとキャッチーなフレーズをね、必ず1個入れてくれたところにこだわりを感じまして、経営時代の目力って歌ったところが俺目力なのかなと思って、わかるよ。これね、字が出ない難しさも結構あって、目力なんだろう、あ、目力かってなるまでに結構時間かかったりとか、そう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 いうところも含めて、この歌であるっていうところにね、面白さがあるので、はい、今後も続いてほしいなと思いました。ありがとうございました。はい、念願の AT さんの替え歌きっかけですごく楽しみにしてたんですけれども、もう予想を超えて楽しかったです、うん。2週目行ってほしいですね、うんうんうん、そろそろ2週目。そう、私まだ回答者側この1回しかやってないんで。あ、そっか、そうなんです。古川さんとリコさんの2週目もちょっと見たいなって2週目やる企画がこれになるとは思わなかった。そうなんだよな。みんなの個性を本当に聞き比べて、うん、いいね、昔の動画をもう一回見てもらえたら嬉しいなと思いました。世にも珍しい AT の歌声が聞こえるという、ね、いい企画だったので、うん、ね、AT の声良かったよって方はね、ぜひ高評価で、ね、うん、お願いします。以上、本日のパプリティアでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。